国連科学委員会、というですね、機関が明日国連総会に出して、対してですね、報告書を、作成してそれを提出するということになっております。でその報告書がこちら、になりますが、1年間の活動を、基本的に、書く報告書なんですけれども、その中にサイエンティフィックファインディングというですね、ものがありまして、このチャプター3というところからですね、福島の調査に関するですね、報告書というものを、つけております。で非常に短いものなんですけれども、この福島今の図もですね、汚染状況などをですね、示したようなものになっておりまして、全部で6、7ページぐらいのものになります。で、実はですね、これに合わせて付属文書というものも出される予定があったやに聞いておりますが、よく聞いてみますと、国連科学委員会内部でその付属文書をどのような文書にするのかということで取りまとめがなされなかった、ようで、今回この、本体の文書のみが、明日、国連総会、国連総会の中でもですね、第4委員会というところがこの所管をしておりますので、第4委員会の方に、10月25日付で提出されるということになるというふうに聞いております。で、その際にですね、かなり内容、特に付属文書についてまだ揉めているということですので、本文自体少し良くなったのかなというふうにも若干思ってたのですが、あまりですね、6月ぐらいに公開された時に比べて変化がないということで、非常に私たちとしては懸念するということで、63団体の共同声明という形で取りまとめましたので、それについてご説明をさせていただきたいと思います。で、声明の方こちらの方に皆さんのお手元にありますので見ていただきたいと思いますが、で、私たちとしましてはこの、ですね、非常に概括的に出されている国連科学委員会の調査、の結果、ファインディングというものがですね、正確性独立性の点で疑問があるということと、被爆の過小評価、ですね、が、住民の保護、人権保障にですね、悪影響を及ぼしかねないということに、真剣な懸念を持って、おります。国連総会ですね、多分この先ほど言いましたように付属文書も含めて12月ぐらいに、提出されると。で、それで12月中には、何らかの国連総会の決議が出てしまうのではないかというふうに思いますが、福島の実態を全く反映しないままですね、安易に被爆影響が過小評価されるような国連としての合意形成が図られないように、できる限り、意見を言っていきたいと思いますし、日本の市民社会の声をもっと届けていかなければというふうに思っています。アンスケアのこの報告書が、私たち日本の市民には今まで公開されてこなかったんですね。ドラフト段階では見ることができませんでした。たまたま入手可能だった、一部の限られた、人の間では見ることができたんですが、ドラフトの段階では開示されてこなかったんです。で今まで私たち、環境省あるいは復興庁に対してですね、県民健康管理調査の改善ですとか福島県外での、検診を実施するべきだというような政策提言を続けてきました。でその度に政府側は、国連科学委員会の報告書を、引き合いに出して、福島の原発事故の影響は少ないということを繰り返し言ってきました。でところがその私たちにはそれを反論しようにも、ドラフトが、公式には入手できなかったわけですね。で今の段階で、この報告書が、国連のサイトで、公開されてはいますが、これ今伊藤さんがお話しした通りにこの根拠となる、ものが出てないんですね。つまり何を意味しているかというと、通常科学というものはですね、第三者が検証可能なものを科学と呼んでいますが、この国連科学委員会の出しているこの短いレポートはですね、第三者が検証することはできません。科学委員会という名前を付しておきながらですね、こういう非科学的なアプローチで、第三者が検証できないものを、公開する。で日本政府はそれを引き合いに出して、健康対応をしない言い訳にし続けた
ということは非常に遺憾だと思っています。福島市におけるその、実効線量というものが平均4ミリシーベルト、最初の年で平均4ミリシーベルトであったというようなことが書いてあるんですね。で、今の伊藤さんがおっしゃったように、そもそも平均という言葉の持つ意味合いですね、一体何ミリシーベルトから何ミリシーベルトなのかということが重要なのに、そこら辺は平均で取ってしまっていること、でそれから福島市といっても西から東まで、非常にこう、汚染が深刻な場所と、そうでもないところもあるわけですね。このようなこうざっくりとした言い方で非常に重要な結論を導いてしまっていいのかというのは本当に疑問があります。根拠が示されていないことに加えて、今公開されているこの結論部分のファインディングスについてもですね、疑問が多々あります。でこれについてはですね、なるべく、専門家のご意見も踏まえながら今後、我々として、なるべく反論していきたいと思っています。